はい、今回のスタート地点はですね、ちょっと何町かこの辺りはね、ちょっとね町名がね、こう入り組んでますからね、あれでしときますね、テロップでね、右にね、ここ T 字路になるんですけども、ここを右に行くとですね、広木の方で、左側に今日は行きますけれども、あれですよ、西郷団地の方ですね。今日はですね、2023年3月のですね、今桜吹雪だったですね。今日は23時ですよ。いや、日付を言うとしたら、ほらちょうど前から山桜ですね、ちょっと見えなかったけどですよ。実はですね、この前にあれを撮ってたんですよ、中山からですね、こっちに来るところ、ほんで桜ヶ丘をですね通ってですね、そしたら桜ヶ丘にね、高徳寺側から行く桜がね、もう咲いてた。あ、ここも少し咲いてますね。咲いてたんだけど、ちょっと途中でですね、車の後ろ方に積んでたですね、機械っていうか、その、積んでた底にですね、アラームをつけたまま、アラームを乗っけたままポンと投げ込んでですね、走ってきたんだけども、そしたらですね、そのアラームがですよ、ゼロママだったらよかったんでしょうけど、なんかカウントダウン的なあれで鳴ったまま、こう後ろ座席に、後ろ座席って言っても後ろ座席のその後ろ、手が届かないところにやってたんでしょうね。あれが謎の PP 音じゃなくてですね、そのアラーム音がですね、けたためしくなりだしてですよ。ほんでそこにほら車を止めるところがなくてですね、止めるっていうか、その停車させるところがなかなかなくてですよ、バタバタしてもう5分ぐらいもう停車したもんだから、ああいうとこからのですね、出発点になったんですけど、まあだけどあれですね、ここ右行きます、ああいうところからの出発点っていうのはほとんど今までなかったですからね、逆にあれです、私にとっては新鮮。ああ、いやいや、慌てましたよ。いや、なかなかほら車が横を通るもんですからね、車から降りるのにですよ、こうちょっとバタバタしないけれども、時間が経ってですね、今日あれですよ、少しね、さっきはね少し太陽がパーって照ったんだけども、まあこんなあれでしょうね、春先独特の天候かもしれませんね。これからどういうふうにしていこうかな。いや、ちょっと友達に会うんですよ。いや、時間はねまだたっぷりあるんです。12時半ぐらいって言ってありますからね。ああ、住宅街にもほら、ここなんかほら薄ピンクと白と、また向こうには葉っぱであれがあったりして、いいですね、こういうところね。あ、ビワの葉っぱとか、ああいうの新芽がすって立ってますね。ビワの葉っぱ、ここで一旦止まって、もう一回止まりますからね。あ、ここにも桜が咲くんだ、ほら。そしていつの間にかですね、こう左右、これクスノキですけど、クスノキの葉っぱも新緑になってますよ。でそれぞれが
いわゆる薄緑の新芽色もあれば、まだ濃ゆいのもあるし、落ちる葉っぱが残ってるあれもありますからね。だから桜だけじゃなくて、いわゆる常緑樹も見ごろですね、今ぐらいがね。こっからどう行こうかな。いや、できるだけその桜とかそういうのがあった方がいいかなと思ってですね。なんかガチャガチャします。今日はあれを友達に会うもんだからあれをしてるんですよ。ちょっと待って。いや、メガネをですね、ダッシュボードのところにこう入れてるんですよ。そしたらそれがなんかガタガタ音がしたんじゃないけ、それがなんか雑音出したんじゃないけと思ってですね。ここはね、小さいけど大峰橋小さいけど大峰橋っていうか、あの交差点メインのところにほらそういうのがあるとですね、大きいところだろう、橋だろうが小さい橋だろうがありがたいです。あれですね、あっちこっち、その家の、向こうの方にも白とピンクの何だろう、桜系要するに樹木がありますね。これからだな、やっぱりこれからですよ。これから右に行こう。いや、ここのほら菜の花が読んでましたからね。菜の花とあれだけ大根の花かな、白いのは。それからどう行こうかいいな。あ、これには映らないけどね、映ってないと思うんです、思ってなかったと思うんだけど、左側にあれが見えましたよ、なんか桜が。ただ風がご覧のようにちょっと強いですね。葉の裏が見えてる。あ、ここはですね、道路じゃないですね。こっから左行ってみようか。そしたらね、そしてここを右かな。まっすぐ行ってみようか。いやいや、右だよ。いや、右の方に行くとね、木があったんです。木があったっていうか、あれは何だった、あ、ここ違ったっけ。なんかね、ラッパみたいなね、葉っぱをつけてね、それがね、季節はいつだったかわかんないけど、それの、今晩っていうか、あ、ここにほら、シダレ梅、もうちょっと早かったら綺麗だったのかもしれませんね。いや、あれはまっすぐ見てますよ。最近ですね、だからその瞬間的にペペってこう見るのが上達したんですよね。ああ、いいですね。紅要ですかね、今のあの茶色っぽいチョコレート色みたいな新芽が出たのは。ここはですね、高岡団地入り口で、その右の方にもうまたあるんですけども、信号がですね、そこもね、信号目がついてるんですよ。そりゃ竹岡団地なんとか入り口ちょっとなんとかでごまかしてしまいますけれども、そんなあれですよ。同じ近くだけど、やっぱりそういう入り口のあれが、いや、固有名詞のですね、団地があると、いや、団地じゃないや、
信号があると助かりますよ。ここはまっすぐ行きましょうね。あれですよ、窓。今ね、やっぱりちょこっとね、こう50メーターぐらいしかこう登らないんだけど、やっぱり時間開放症でもですね、時間開放症っていうのはですね、耳詰まり、耳が詰まるでしょう。なんか飛行機に乗った時とか、海に潜った時、あれがもうずっと続くんですよ。で、それでもですね、ちょっと高低差を感じたりするとですね、鼻が詰まるんです。で、今鼻を、つまんでしたんだけども、時間開放症のはやっぱ変わらんけど、時間開放症なりに聞こえは少し良くなりますよ。ちなみにですね、ここはですね、竹岡庄前、左側にちょっとフェンスみたいなのがあって、こう、生垣、あれがありますけど、あれがって、あれなんていうの、要するにコンクリートのあれがありますけども、そこが竹岡小学校です。ここもね、正面がね、なかなか取れないんですよね。まあ学校ほとんどそうですけどね。ここを左に行ってみましょうか。ここでいいのけ？いや、もうちょっと前だ。普通ほら、信号がこういう時差式信号っていう。これが大きな信号にもですね、こう時差付き信号とかあるんですけど、バス停は竹岡団地っていうバス停ですね。ここ左行きますね。いや、桜をですね、桜がどうけと思って、ここあたり桜並木があって。たんじゃないけ。あ、右側に少し桜が咲いてますね。竹岡大正前。あ、ここのこっちから左から来れば正面が映るってことですね。オーライオーライ。ここほら、右の方にイチョウ並木があるけど、こっちはまだ新芽、あれですね、まだですね。新芽はまだ。ちょろちょろっと見たところ、住宅の庭に結構あれが咲いてますよ。梅とかね、梅はもう終わったのか、桜とか、あとの名前が知りません。あとの名前ちょっと分かんないけど、ここ左行きますからね、次の信号ですね。竹岡中学校の方にね、ちょっと寄ってみようかなと思う。ここはですね、
1回か2回、反対側かな、こっち側かと向こう側と来たことありましたけど、学校にないもんだろうかと思ってですよ、桜がね。ここは行けるのけ、あ、ここ行けますね。あ、新芽が綺麗、新芽が綺麗ですよ。あ、桜があった。一本、二本か。だけどあるとないと全然違いますからね。ここ左行ってみましょうかね。さっきのほら、あの、あ、もうちょっと上へ行こう。団地の端っこになりますかね。左の下の方にほら、ずっとあの椎の木のあれが、ちょっと待ってくださいね。落ち葉があれはあれでいいですね。風が強い、待ってる、つむじ風みたいになってますよね。ここで止まってですね、もう一回止まって一旦左行きますっていうのが、さっきのあの小学校の前からちょっと右折してですよ。ここ、あ、ちょっと待ってね。ここはですね、竹岡ハイランド東口ですね。小井からですね、右の方に行きますよ。竹岡中学校の OB の方なんかは、まあ、あの団地とかですよ、あれからこう出る時とか歩いて、まあ、ここを行く時っていうのは、この風景っていうのは案外私なんかから見るとほら、あの何でもない風景なんだけど、ああじゃったやったち、あ、このファミリーマートでなんかを、買って帰りに、中学生は帰りになんか買い食いするとダメなのかな、どうなんでしょうかね。私なんかの頃はね、何も言われなかったと思うし、買い食いするようなやついなかったと思いますよ。あの、いや、あの行儀が良かったんじゃなくてですね、あのそんなね、小遣い持ったやつが私の友達にあんまいませんでしたからね。ですからね、と言いながらですね、どっから曲がればいいのけって今見てんですよ。こ、次、ん？次学校はどこだったっけ？すいませんね、独り言が多くてね。いや、すべて独り言なんです。あ、こっから右に行けばいいんだ。こっから右に行っておいて、で次を左に行けば、次のですね、この道のですよ、ここを左に、ちょっと待ってね、ここを左にぐーっと行ってですよ。で次の、あれ違うけ、あ、違う違う、停車ですねこれ。次を左に行くとバシッとじゃん、え、違ったっけ。あ、ですです、ほら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 、ダンダダーンちょうど10、ちょうど12時ちょっと過ぎですね。竹岡大小学校の正面でしたね。はい、ということですね、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。